こちら。ボールが出てきたということは、なんと猫が玉乗りに挑戦です。猫が玉乗りですよ。できるんですかね。ではボールはここに置きましょう。でもラバちゃんちょっと帰っちゃったので、もう一回呼びます。皆さん、あの穴見ててください。呼びますよ、ラバー。足音聞こえるでしょ、さっきの猫ですよ。穴見ててね、ラバちゃんです。どうぞ。来ました。大きくなりましたね。違う猫が来ました。やってきたのはエキゾチックロングヘア、お名前は夏目と言います。さあ、今日はラバちゃんの代わりに夏目くんが登場したということは、大きな体で夏目くんがこのボールを玉乗りしてくれるようなんです。皆さん、夏目の玉乗りは一度限りです。夏目のかっこいい姿、まばたき厳禁でご覧ください。さあ、それでは集中力を、お、高まってきたようです。いきますよ、また大きいボールにスタンバイ。さあ、それでは行きましょう。夏目くんの玉乗り位置についてスタート。できるか、おし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 。さあ、やはり難しいようです。しかし夏目くんはこのぐらいでは逃げません。この大きいボール、見事